散りゆく桜は二度と元へ戻ることはない。そうだ、それは決してないのだ。特別攻撃機桜花、目標に接近、切り離される人間爆弾だ。それは太平洋戦争の末期、日本の生んだ死の桜だったのだ。長年西曹、呼吸名兵曹長、大川西曹、遠山上司曹、畑西曹、綿上一曹、そして機長の山岡中尉だ。野上少尉です。明日はお願いします。どうしたみんな、元気を出さんか。俺たちみんなおかしくなってるのと違うかしら。必ず死ぬ人間を運ぶんだ。仕方ないや。死ぬために飛ぶ飛行機を作ったやつはもっとおかしくなったのかね。今さらそんなこと。みんなこの戦争で死ぬ、早かれ遅かれ死んじまうと思っている。だからどうせなら体当たりなんてことになる。でもな野上は、決死の覚悟で戦うのと必死はちゃいますね。ロケット特攻機の桜花は人の命を部品にしてしもたんやからな。決死と必死。琴の音だ。明日の桜花搭乗員の知り合いらしいな。お別れに弾いているのか。寂しくて悲しい曲になる。お前の知り合いか。いや、俺に女友達なんて一人もいません。そんな暇なかった。あんた戦争にならなんだら何になっとった。それが皮肉なことにロケット技師、あの月までロケットを打ち上げる。それが俺の夢だった。写真クレイジーだ。艦長、緊急電であります。たった今広島へ原爆が投下されました。狂ってる。敵も味方もみんな狂ってる。